翌朝8時、アズ大正病院。大丈夫だよ。本当に大丈夫だってば。あ、そっか、これは、雪貞かなめさんにね、会いに来たんですよね、コナンは。ちょっと、そんなこと言わずにほら、もう一度検査してもらえばいいじゃない。あ、違うのか。ただ、蘭姉ちゃんに連れてこられただけなのか。炎の中に飛び込んでいくなんて無茶するんだから。いや、ランさん、コナンそういうの何回やってると思ってんすか。でも確かに一回検査してもらった方が安全だね。それでなんか見つかったら怖いじゃん。あ、いや、まあそのずっとね、分かんないまま行く方が怖いですから、見つかるならここで見つかった方がいいですよね。やけどはなかったみたいだけど、どこか強く打ってるかもしれないし。精密検査を受けなさいと。阿豆大正病院、山の中腹にある総合病院。古くからの建物を使用しており、病棟等でいいのこれ。診察棟の2棟がある。病棟と、あ、まあいいや、丘の上の見晴らし台から見る夜景は阿豆大正街の観光スポットにもなっている。病棟等と診察棟2棟あると。なるほどね。昨日から何度も言ってるじゃない、怪我はしてないって。あの後見てくれたお医者さんも大丈夫って言ってたでしょ。なんで大丈夫なんだ逆に、コナン。あんな無茶して。確かにそうだけど、たく、ランの世話焼きにも困ったもんだ。ま、そこがいいとこでもあるんだけどな。それで俺たちはいつまでここで待ってりゃいいのかね。五十嵐清子、あの政治家のおばさんは一体いつ来るのかな。なんや。五十嵐さんやったら迎賓館炎上について各方面に説明して回ってるらしいで。で、実際もうどうでしょうね。だってイベント自体はさ、もうあんなことがあったら中止せざるを得ないじゃないですか。昨日の夜からずっとな。そうか、昨日のあれは大事件だったからな。迎賓館炎上しちゃってますからね。それ大問題。地元の政治家でイベント主催者である五十嵐さんが説明に追われるのも仕方ない。じゃあどうして朝っぱらから俺たちをここに集めたのかね。あ、ここに集められたのね。あの人の指示なんだよね。いや、病院に集合することを提案したのは俺や。あ、平次なの。昨日の事件で怪我して病院に世話になっとる人もおる。関係者に今後について説明するんやったらここでやった方が手間が省けていいやろ。そりゃそうかもしれないけどね。そう、迎賓館炎上から一夜明け、俺たちは旅館から病院へとやってきた。その理由は服部の言った通り、今後どうするかについて五十嵐さんから説明を受けるためだが。おいおい、一人足りねえんだよな。え、あ、何やってんすか。やっぱり来てないの、お父さんだけじゃない。ほんとだらしないんだから。まだ寝てるってこと。どんなに起こしても絶対布団から出なかったもんね、おじさん。これってことは多分今回起こる事件、まあなんか事件起こるじゃないですか。今回はおっちゃんを使わずに誰か別の人を眠らせて事件を解くみたいな感じになるのかな。昨夜あんなにお酒飲むからよ。今回はね、休んでもらって、おっちゃんにはベロンベロンだったものね、結局先に行ってろって言われたんでしょ。そうね。そうなのよ、二度寝してなきゃいいけど。でも仕方ないのかな、せっかくの旅行だったのにいろいろ台無しになっちゃったから。昨日はお父さんなりに私たちを励まそうと盛り上げてくれたのかも。いや、どうなんでしょうね、難しいところですね。飲みたかっただけじゃないですか。いや、それはねえな、単にはしゃいでただけだろありゃ。おかげで、ん？あれから、ん？あ、おかげで絡まれまくってこっちは散々だったぜ。ええ、酔っ払いに絡まれることほど普通なことはないんで。でも旅館の温泉と食事はすごく良かったわよね。
お肌ツルツルになった気がするもの。さすがに効能が多すぎる気はしたけどね。美肌から学業成就にまで効果のある温泉はいくらなんでも。あのね、何でもいいから詰め込んだみたいな感じ。あれはね、おかみさんのおふざけみたいなものなんですよ。あ、ほずみさん、おはようございます。この人もなんか怪しそうな顔してたんだよな。なんかね、前回最後、おはよう、ほずみさん。はいはい、おはようございます。ねえねえ、それでおかみさんのおふざけって何のこと？ふふ、あの旅館のおかみさんはサービス精神旺盛な人ですから、たくさんあればあるだけ得をした気分になれるからって、まあ、つまり嘘ってことですか？思いついたそばからどんどん効能を追加してるんですよね。おいおい、そういうのサービス精神とはちょっと違うんじゃ。そうね、詐欺じゃねえか詐欺。あ、でもそれってまずいんじゃないの？根拠もないのに書いちゃって。そうね、おかみさんその辺もちゃっかりしてて、効能が書かれた看板の一番下見ました。え？あのね、この温泉には以上の効能があるかもって書かれてるんですよ。断定はしてないんだ。それならいいか。それならいいですかね。おじさんがいつも読んでるスポーツ新聞みたいな見出しだね。本当だ。ふふ、確かに目の付けどころがいいわね君。ありがとう。ありがとう。そういえばさ、昨日ほつみさんも僕たちと同じ旅館に泊まったの。廊下で浴衣姿も見かけたし。あ、いたんだ。うん、しっかり見てたんですねコナン。ええ、そうだけど、それがどうかしたの？だってほつみさんって対象外の人なんだよね。だったら旅館に泊まらなくたって自分の家があるはずなのにって思って。なかなか目ざとい、さすがコナン。そっか、あ、そういうことか。うん、もちろん自分の家はあるんだけどね。だって今回はゲストの皆様とできる限り一緒に行動することになっていたから。へえ。そう、あとはそうね、一度実際に旅館に泊まってどんなサービスだったのかを報告するようにって頼まれたからかな。報告？誰に？あのね、五十嵐清子さんにね、お願いされたの。ふーん、今の会話から一つ気づいたことがある。それは、え？今の会話から何？ほずみは家でしている。そんなことはない。そうだよね、あの調査するって言ってたけど、あの昔、あの前から、ま、昔のことも知ってるような感じしましたよね。ほずみさんはおかみさんのこととかさ、昔からこうね、どん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 追加してってるみたいな。あ、違うの、そういう話じゃなかった。今の会話で分かったのは、足原さんとあの人の関係だ。あ、まあ親しいのはもう前から分かってたことだからさ、これはまあ前から分かりきってたことじゃないですか。穂積さんと五十嵐清子さん、かなり親しい間柄なんじゃないか。観光イベントの主催者が地元の旅館のサービスを確認するのは理解できる。だからイベントの看板であるアイドルに直接やらせるのは不自然だからな。ねえ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 、穂積さんってさ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、あの車やっぱり。ん？はい、皆さん、今五十嵐さんが到着しました。すぐに参りますのでこのままお待ちください。まあ本当はね、まああまりにも親しすぎるんじゃないかと。本当のところはどういう関係なのかと、穂積さんと五十嵐清子さん気にはなりますね。さて、俺としては今日は病院でいろんな人に話を聞いてみたいんだが、まずは五十嵐さんの方針を聞いてからだな。あ、イベント自体はどうすんのかと、こんなことになっちゃってね、続行するのか中止なのか。はい、皆さん、今五十嵐さんが到着しました。すぐに参りますのでこのままお待ちください。はあ、穂積さんってしっかりしてるわよね。自分でテキパキと動いて。そ
全部マネージャーに任せっぱなしってイメージじゃないわよね。そういえば、そういえば穂積さんのマネージャーさんって見ないわよね。ああ、確かに、ええ、そういえばそうね、アイドルといえばマネージャー。でもだからってずっと一緒ってわけでもないんじゃない？あれ？ただなんか脅迫状が届いたっていう話は五十嵐清子さんが言ってたから、まあ、だから本当にそれぐらいの関係性なのかもしれないですね。マネージャー業務とかもしてんのかな下手したら五十嵐清子議員が。あ、来たわよ五十嵐さん。皆様。それぐらいの仲なのかもしれない。皆様お待たせしまして申し訳ありません。五十嵐さん疲れた顔している。いや、そりゃそうだよな。挨拶回りというか、まあ説明回りをしていただろうから、今回のことに関してまずは改めてこのような事態になってしまったことをお詫びいたします。ごめんなさい。私からもお詫び申し上げます。昨日の事件に関してひよこさんに責任はないでしょう。まあやっぱでも責任者ではあるからね。いいえ、いいえ、事件を起こしたのは私どもが用意したスタッフですから。ふむ、管理責任というやつかな。尊い人命が失われてしまったのだ。責任を感じるのも無理はない。迎賓館の火事で命を落とした者がいないのだけは救いだったが、ひゃひゃひゃ、せっかくのイベントが台無しだねあなたで台無しだね。あなたで町の人たちもさぞがっかりしてるに違いないよ。なんだか申し訳ないね。わざわざ俺たちにスクープを提供してもらっちゃって。うん、華やかな町おこしが一転殺人事件の舞台に。大正ロマンに彩られた町の陰に潜む悪意。どう思います五十嵐さん、この見出しはいけますかね。まあ、記者さんはもうこういう感じでグイグイ来るよな、そりゃ。うわ、なーにあの人感じ悪。一色誠司さん、確か雑誌の記者だったわよね。あんたの言う通りさ、主催者としての管理責任は重大だよね。もっとさ、誠意のこもったお詫びをするべきだと思うんだよね。こうもっと深々と俺たちに対して頭を下げるとかさ。だんだんずっと聞いてると腹立ってくるわ、こいつ。何様なのよという感じですよね。カメラを構えて撮る気満々ね。そして雑誌に撮った写真をでっかく貼り付ける気なんでしょうね。ほんとねちっこいったら。なんだか怖いね、ああいうの。五十嵐さん大丈夫かな。ラン、何言ってるのラン。えあの程度の難癖にいちいち取り合ってたら政治家なんて務まらないわよ。あ、まあ慣れたもんか。まあ見てなさいって。どうだろう五十嵐さん、あなたの意見を聞かせてほしいね。そうですね、そうですね。お呼びしたゲストの方々には大変申し訳ないことをしてしまいました。治療費を含めいろいろな手当てを、させていただきたいと考えています。ですが、ただし呼びもしないのに無理やり入り込んできた方は別ですけどねお、なんかちょっと悪い笑みを浮かべてますよ。なんだいなんだい、その言い草はさ。こっちは危うく殺人犯にされるところだったんですがね。いや、それはあなたの方にね問題があっただけで。あらあら、その心配だけはないでしょう。ん、名探偵がこんなにいらっしゃるんですもの、冤罪はありえない。そうでしょう。うやましい心当たりがないのであれば胸を張っていればいいのです。真実は彼らが明らかにしてくださいますから。け強い強いね、確かにこの人。ほらね、対象外の期待を背負う政治家よ。ちょっとやそっとの嫌がらせに動じる器じゃないわよ。わ、確かにすごいね。これなんて読むんだっけちょっと憧れるかも。ほんで、確かに、まあ、なんかしっかりしてるのもそうですけど、言い回しとかもねちゃんと考えられてる感じはしますもんね。それで五十嵐さん、今日はこれからどうするつもりなんや。どうや、
予定では帯留め探しのイベントが行われるはずやったが、やれないですもんね。それは中止が妥当でしょ。足原さん、だって当たり前じゃないですか。確かに残念ですけど、あんなに痛ましい事件が起こった以上、イベントどころではありません。そうそうですね。探偵の皆様にはぜひ帯留め探しを楽しんでいただきたかったのですが、誠に残念ではありますが、今の状況で帯留め探しを行うのは、おや、中止にしてしまうのかい。あら、加賀谷さん、そこまで気に病まずともいいのでは。確かに悲しい出来事があったけれど、見事に解決したではないか。ですが殺人事件の起こった翌朝にイベントなど、さすがにそれは。清子さん、見なさい、皆さんの顔を。沈んでしまっているだろう。せっかくアズの良さを全国に広めてもらおうとお越しくださったのに。清子さん、君は皆さんをこんな表情のままお返しするつもりかね。なんかこの人がうまいこと、それはうまいことね、フォローというか、それにだ、せっかく知恵自慢の探偵の皆様が揃っていらっしゃるんだ。この機会を逃す手はない。違うかな。イベントとして行うのは不謹慎かもしれないが、正式な依頼であれば話は違ってくるのではないかね。ああ、なるほど。ここにいる人たち全員にある依頼をして残ってもらうと。そうですね。そうね、確かにそうだわ。五十嵐さんと加賀谷さん、随分と打ち解けた間柄に見えるな。なんかひょっとしたら、あのもうそういう風に打ち合わせていや、まあそこまで勘繰りしたらあれか。ねえねえ、まあ、確かにね、なんか関係性は深そうな感じがしましたね。ねえねえ、穂積さん、五十嵐さんと加賀谷さんって仲いいんだね。そうね。そうなのよ、古い友人らしいから。あ、やっぱりそうなんだ。皆様、こういうご関係だったんですね。加賀谷一蔵、アズ大賞会のオープニングセレモニーに招待されたミステリー作家。パーティーの主催者である五十嵐清子とは古くからの友人だという。はい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 、痛ましい事件が起こってしまったことは私も大変遺憾に思っております。イベントの続行は難しいでしょう。当然本日予定されていた帯留め探しも中止にするのが自然なのですが、しかしもし差し支えなければ、皆様の助けを借りることは可能でしょうか。なんや、助けですか。どういうことや。よろしければ、本日は予定通り暁の帯留めを探していただきたいということです。ちょっと待って、あれ、今つぶやいたの穂積さん。そんな、まさか本気なの。人が死んでるのに、そこまでして帯留めが欲しいってわけ。険しい顔で五十嵐さんを睨んでいる。どうしたのかしら。いや、まあまあ、でも確かに人が死んでるわけですからね、これは不謹慎じゃないっていう風に思うのは、まあまあ思う人はいるでしょう。あれ、ねえ、それは思う人はいるよね。ねえラン、ほずみさんの様子ちょっと変じゃない。うん。あ、その子もそう思う。そうね。うん、なんか怒りのオーラが。待ってください、私は反対です。ほずみ、お母様。お母様がすごく帯留めを欲しがっているのは知っています。え、本当に欲しがってんの。そういうただただイベントをするってだけじゃなくて、あのそういうレクリエーション的なことをするってだけかと思ってたわ。まあ、だからそのね、わざわざそんなことをするのもどうかなって思ってたけど、本当にその帯留めをなんか探してほしいっていう依頼なんですか。本気で
でも東堂さんがあんなことになったのにイベント続行だなんて。お母様って言ってた今お母様って言ってた。穂積さんと五十嵐さんって親子だったの。いやまあそうっすよね。一回ね、正直ね、どこだっけかな、なんか種カードをゲットしたときに、一回種カードを開いちゃってね、でそれに、そういう文言があったんで、なんか親子みたいな、五十嵐さんとね、五十嵐清子さんと穂積さんが、だからまあ、うすうすは分かっていたんですけども、見ちゃってたんで俺、あの時に。園子。あれ？園子知らなかった？そうよ、売り出し中のアイドル、足原穂積さんはね、政治家五十嵐清子さんの娘でもあるのよ。あ、もう何？みんな周知の事実だったの？まあ周知の事実というか、へー、割とこう、公表してることではあったってことですか？へー、そうなんだ。でもその割にはあんまり似てないような、名字も違うし芸名だからかしら。あ、もう確かに名字違うよね。僕も知らなかったな。蘭姉ちゃん詳しいんだね。対象外のオープニングセレモニーを企画した五十嵐清子の娘でもある。だからまあ何かとね心配をしていたというか、だからきっとマネージメントも、マネージャー業務も、ひょっとしたら、五十嵐清子さんがやってるってことなんじゃないんですか？実はね、お父さんから聞いたの。ファンの間じゃ有名な話みたいよ。そうなんだ。お父さんはなんでそんなことに詳しいの？それはそれでちょっと気になるけどね。穂積さんと五十嵐さん、赤の他人にしては親しげだなとは思ってたけど。なるほど、そういうことだったのね。お母様。お母様、気持ちはわかります。でも帯留め探しを強行したらみんなきっと呆れてしまいます。だから考え直してください。いくらなんでも不謹慎です。そうね。まあ殺人事件のあった翌日にイベント続行はちょっとね、探す方もやる気出ないでしょうし、普通はそうだよな。いやてかもう本当まあ名探偵コナンのこの世界だからちょっと麻痺しちゃってますけどまあでもいっかみたいなね、解決したしいっかっていう感じあるけど、普通に考えたらね、ありえないですよね。穂積くん不謹慎というが私はそうは思わないな。この人やたら続行したがるな、続行させようとしてくるな。加賀谷さん、あのおひげは確か推理小説作家のおじさまよね。まあ、この人は五十嵐清子さんと昔から親しいから、なんだろう、特別思いやりが、まあ思いやりっていうかね、そのなんかあるんでしょうかね。亡くなった東堂くんはね、今日は一参加者に戻る予定だった。彼は自分こそが帯留めの謎を解くのだと意気込んでいたよ。かの毛利小五郎を出し抜いて実力を見せるいい機会だとね。東堂さんは毛利さんに対抗心を燃やしていましたからね。私は探偵ではない、推理小説作家だ。その上で言わせてもらうがね、探偵とは目の前の謎を解き明かすことを何よりの喜びとする生き物なのだよ。ならば彼が最後に挑もうとした謎を解き明かし、墓前に添えてあげるのもいいとは思わないかね。あー、なるほどね。そういう考え方ですか。謎を解き明かすことが何よりの喜びか。まあ、東堂さんのためにもっていうのは、まあ、確かにいいですね。あの推理オタクにぴったりの言葉よね。そうは思いません奥様。違うよ。誰が奥様よ。あら、別に誰が誰のとは申しておりませんわよ。もうその子ったら。あのね、二人とももうちょっと静かにした方が。
まあ、しかもそういう生き物って一括りにされるのもね、あれだなと思いますけど。あ、気にせず続けてください。おほほ。うーん、けど加賀谷さんって見かけた裏腹に推しの強い人ね。まあ、ことこの件に関してはやたら来るね。粘り腰というか、なんというか。そうですね、私決めましたわ。暁の帯留め探しは予定通り決行、あ、実行いたします。お母様。決めましたか、お母様。ほずみ、分かってちょうだい。ほずみ、町おこしイベントで探偵を集めたのはこのためでもあったのだから。あれ、なんだかよくわからないけど、ほずみさんの思い詰めた表情がちょっと気になるわね。そうだね、どうしてそんなに帯留めにこだわるのよっていう感じで言ってたしね。不謹慎だからどうのこうのというよりも、お母さんが その帯留めにこだわることに関してよく思ってないっていう感じがするね。ただの宝探しイベントじゃないのかしら。おいおい、待ってくれないかね。身内でこそこそやりやがって、俺たちはまた置いてけぼりか。あんた部外者なんで帰っていいですよ。結局五十嵐さんはこの後どうするつもりなのかね。ごめんなさい、申し訳ありません。それでは今後について説明させていただきます。まず本日帯留め探しに参加される予定だった探偵の皆様方、私から改めてご相談がございます。どうぞこちらへ。他の方々は別のスタッフより説明をいたしますので。何代何代差別しやがってよ。探偵じゃない俺たちには来るなって言いたいのか。はい、その通りです。はい、その通りです。お帰りください。なんだって。ねえ、お父さんがいないんだけど、私たちどうすればいいのかしら。確かに探偵が今呼ばれてますけど、その探偵が今いません。二日酔いで。かまへんで。かまへんやろ、関係者やし。ねえ、おじさまの代わりに話を聞いて後で教えてあげればいいんじゃないの。うん、うん、僕もそう思うな。まあそういうことで、そうね、そういう体でいきましょう。後で心のおじさんに伝えるからつって。そうね、そうしよっか。あー、それにしても私まだ対象外をじっくり観光してないのよね。少なくともコナンとかランさんとかね、よりかは堪能したんじゃないんですか。話を聞くところによるとね、抜け出して街をうろうろしてたら怒られちゃうかしら。いや、それでもいいとは思うけどね。別にそれでもいいんじゃねえか、その子は。じゃあイベント新たに、まあイベントというか、なんか本当に本気で探してほしいっていう感じの依頼って言ってましたもんね。赤く輝くライジングさん、宵の帯留めと対をなす暁の帯留め、早く見つけ出さなければ間に合わなくなってしまうわ。ん？五十嵐清子さんはどういう狙いでそれを間に合わなくなってしまう？そのためにも名探偵と呼ばれる人たちが集まったチャンスを逃すわけには。いや、しかもね、厄介なことにキッドもいますから気をつけてくださいね。ここには事情を説明して依頼を受けてくださる方のみを集めました。皆さん、詳しい説明を待っています。ありがとうございます。そう、ありがとう。お母様、こっからが本当本番って感じなんだろうね、この清子さん的には。本当の狙い、お母様は本当に暁の帯留めが欲しくてたまらないんですね。ええ、そうよ。あれは絶対に手に入れなくてはいけない。やっぱりそうなのね。あら、何か言ったかしら。いえ、いえ、何でもありません。それじゃあ皆さんのところへ行きましょう。なんだかやばそうな雰囲気あるな。そこそこ集まりました。これだけいれば一人くらいは暗号を解き明かしてくれるはず。まあ、おや、
毛利探偵のお姿が見えないようですね。まあ今寝てるんで、今それこそ眠りに入ってます。心さんは眠りの心の教えこそ頼みにしていましたのに。ごめんなさい。実はお父さんなかなか起きられなくて、まだ旅館から来てないんです。そのうちに来ると思うんですけど。なるほど。そうなのですか。無理もありませんね。昨日の騒ぎでお疲れだったのでしょう。大丈夫だよ。大丈夫だよ、五十嵐さん。まあおじさんぐらいのレベルだったらね、ちょっとね、また聞きぐらいのレベルでもパーって事件解いちゃうから。話の内容は僕たちがちゃんとおじさんに伝えるから。ふふ、頼もしいことね。よろしくお願いするわ。それではご説明いたします。私から皆さんへのお願いとは、暁の帯留めと呼ばれるアクセサリーを見つけ出していただくことです。五十嵐さん、質問なのですが。はいはい、何でしょうか。そもそも、今日はイベントとして暁の帯留めを探すことになっていましたよね。私はてっきり五十嵐さんが隠した景品を見つけ出すゲームのようなものだと。俺も最初そういう感じだと思ってたけど、話がバって出た時にね。でもなんかそういう感じでもないですね。本気で探してほしいっていう、そう考えていたのですが、違うのですか。そうですね。そうですね。ではまず暁の帯留めとは何なのか、どうして失われてしまったのか、そこからお話しさせていただきます。ただし他言無用でお願いしますね。後ほど秘密保持の契約書にサインをしていただきますので、僕もお願いね。うん。なるほど。どういう秘密が。契約書ですか。はいはい、これは皆様への正式な依頼と考えてくださって結構です。ほずみ、頼んだ通り例の暗号のコピーは用意してあるわね。はい、車のトランクに積んであります。ああ。そう、ちょうどいいわ。依頼契約書が後部座席に置いてあるから、一緒に持ってきてくれるかしら。わかりました。なんだろう。皆様、改めて説明をさせていただきます。皆様に探していただく暁の帯留めとは、昨日お見せした宵の帯留めの対となるアクセサリーです。その名の通り、宵の帯留めは青い輝きを持ち、そして暁の帯留めは対照的な赤い輝きを放つとされています。ほう。へえ。なるほど、美しそうな感じですね、2つ揃ったら。へえ、宝石の対ってことはさぞかし綺麗なんでしょうね。ところで、暁と宵、これらの帯留めは元をたどれば対象外にある2つの家がそれぞれ管理していたものなのです。家の名は五十嵐と足原。それって、あれ、足原って小泉さんの名字。そうですね。そうなのです。皆さんは私と小泉の関係についてご存知でしょうか。義理の親子だということは存じ上げておりますか。あ、義理の。はいはい、私と穂積は親戚の間柄です。実は3年前、穂積は事故で家族すべてを亡くしております。なんですと。え、なんですと。それはそれはなかなかにショッキングなことですよね。よく今彼女こんな感じでいられますね。そういうことだったのか。はいはいはい、そんな彼女を養子として引き取っている親戚だけど、事件が起きて。え、まあ事件ってか事故。そうなの。ああ、その頃のニュースに出とったの。高速道路で起きた事故で車に乗っていた全員が亡くなってしもうたと。ええ、ええ、それがしばらく穂積の家族です。たまたま穂積は旅行に行かなかったために難を逃れることができたのですが、あの子は事故で家族すべてを亡くし天涯孤独の身となってしまったのです。なるほど。
それを見かねた親戚のあんたが彼女を引き取ったってわけか。はい、その通りです。ねえ、あれ、でも養子って名字も変わっちゃうはずだよね。あら、あら、本当に物知りなのね。そうよ、戸籍上は五十嵐穂積になっているわ。だけどあの子はやっぱり足原の後継ぎだから芸名くらいはね。あ、なるほどね。へえ、そうなんだ。そしてその後足原家の遺産は全て穂積が継いだのですが、足原家が管理している暁の帯留めがなくなっていたことが分かったのです。皆様への依頼とは、その失われた暁の帯留めを探し出していただくことです。あ、でもだから、まあ、なんとなく察すると穂積さん的には結局私を養子にしたのはその財産が目当てというか、あの暁の帯留めをこう探そうとしているのも結局その宝石自体が目当てで、結局金かよと、私を養子にしたのも財産目当てってことでちょっと悲しんでるんじゃない。ちょっと待ってください、遺産の中になかったのは先代の方が売ってしまわれたせいでは。いいえ、いいえ、それはありえません。足原は裕福な家でしたから。家宝ともいえる帯留めを売る必要はどこにもなかったと思います。では盗まれたとか、はい、その可能性も考えました。ですが遺産の中からあるものが出てきたことで暁の帯留めは失われたのではなく、どこかに隠されている可能性が高くなったのです。隠されているあるもの、ホズミ、今からそれをお見せいたします。ホズミ、戻りましたね。はい、ではそれでは皆様にお配りして、一人でもこの暗号を解く方が出てきてくださることに期待しましょう。この人は何らかの事情でそれを欲している、それはまだわからないですけど、なるほどね、経緯はわかりましたよ。暗号に隠された宝物か。子供の頃はそういう遊びもやったけど、誰がそんなことをしたのかね。本物の宝物と聞くとなんだかドキドキするな。あのね、ではこれから皆様に紙を1枚お渡しします。書いてあるのは暁の帯留めのありかが示されている暗号です。暗号、じゃあ順番にお渡ししていきますね。はい、はい、どうぞ。穂積さん、ああ、ちょっと気遣いましょう。まさかね、そのご家族全員ね、亡くしていた方だとは思わなかったから、この陽気な雰囲気からはね、全然察せなかったから、その私なんて言っていいか。え？え、どうしたんですか、そんなに沈んだ顔をして。言うてだってまあ3年経ってるとはいえ、まだそっか、ショックはあるんじゃないかなって思うしね。あ、ひょっとして事故の件ですか。大丈夫、気にしないでください、もう過ぎたことですし、時間が解決してくれた、まあ解決というかね、なんとか今はやれているってことですかね。強いんですね、私だったらとても割り切れないな。そうね、意外と乗り越えられるものですよ。それにお母様もいましたから、五十嵐清子さん。毛利さん、はい、これは毛利探偵の分です。ありがとう。お？ねえねえ、なんて書いてあった、見せて見せて。もうもうほんと好奇心の塊なんだから。そういうところはある、コナンは。行き渡ったようですね。それでは、ではお手元のコピー紙に書かれた内容をご覧ください。うわ、またよくわかんない。目31、10、56、4、暁の輝きを求めるもの、数になり果てた文字を取り戻せ、
全てを細かく砕いた先で数になり果てた文字を取り戻せ。しるべを巡り歩き、己が足跡を結びて、言霊をつかみ、言霊を放つ場所へとたどり着け。古き腹渡の、松で何時は出会うだろう。何のこっちゃです。なるほど、これは確かに暗号のようですね。まあでもこんなんだったら秒で解くでしょ、こんなもの。ところで、これが暁の帯留めの在りかを示していると思う根拠は何ですか？私は暁の帯留めが失われていることを知り、手を尽くしてその行方を追いました。しかし3年の月日をかけても見つけることはできませんでした。けれど最近になり、新たな情報が手に入ったのです。なんや？新たな情報？はい。当時足原家の担当弁護士だった人から妙なことを聞いたのです。穂積が受け継いだ財産の中におかしな文章があったこと、そしてその文章の中に暁の輝きという言葉を見かけたと。あ、まあ確かにそこはちょっとなんか関係してそうな文面ですよね。まさかと思い、穂積に問いただしたところ、事実でした。それが皆様の手元にある暗号です。へえ、これが。そういえば、言われてみれば確かに下に書いてある詩の中に暁の輝きを求めるものって書かれてるね。見ただけで難しそうな感じが伝わってくるんだけど、私の叔父、亡くなった穂積の祖父はこうした暗号を作ることを好む人でした。おそらく、いえ間違いないでしょう。この暗号を解いた先に暁の帯留めが隠されています。お願いします。この暗号を解き明かし、失われた帯留めを探し出してください。お任せください。やりましょう。もちろん報酬は相応の額をお支払いいたします。よし、コナン解いてくれお前だったら解けるはずだ。名探偵コナンの真骨頂だ。